気になる話題をお伝えするトレンドリンク、略してトレリンのコーナーです。はい、心地よい春の行楽のお供に絶品テイクアウトグルメはいかがでしょうか。春真っ盛り、行楽シーズンです。今日はこの行楽に絶対に持ってきたくなるようなお惣菜お弁当ということでやってきたのはこちらのお店です。お惣菜やお弁当などでおなじみ宮崎市のラディッシュ大橋店。創業100年を超える老舗で宮崎市内に3店舗を展開しています。旬の食材を使った惣菜を中心にフルーツやパン、お弁当などテイクアウトできます。春のシーズンですので、毎朝手作りで大体120種類以上は作ってます。コンセプトとしまして、食で健康になるというのを掲げておりまして、県内はもちろん県外からの契約農家さんから仕入れる食材でですね、体が喜んでもらえる、惣菜作りを目指しています。ここに来るとどれにしようか迷ってしまうというわけで、総料理長に人気のお惣菜聞いてみましょう。まずは、はい、こちらのグルメハンバーグになります。どんな特徴があるんですか。こちらはですね、このお店の方でお肉をミンチにしておりまして、それからデミグラスソースも、手作りでこだわったハンバーグになっております。この横に添えられたパスタ も全部とても彩りあって、はい、これも手作りで、はい、そうです、はい、すごくボリューミーですね。かなりボリュームだけは思うんですけど、ラディッシュ特製の手作りパンと一緒に楽しむのがおすすめ。パンも美味しいんですよ。次は魚です。はい、こちらが、ニジランドレの黒背ぶりの網焼きステーキになります。どんな味でしょうか。肉厚でジューシーに仕上げています。はい、季節の野菜も添えられて、そうです。新玉ねぎとスナップエンドウで、彩りよく添えてみました。ラディッシュではサラダも人気です。新玉ねぎや春キャベツなど旬の野菜がたっぷり、彩りも鮮やか、そして必ずと言っていいほど早く売り切れてしまうのがこちらの白和えです。豆腐を細かく裏返すことによって、口触りも滑らかになり、あと県産野菜の綾のほうれん草など具沢山に仕上げております。ラディッシュといえば季節のお弁当も人気です。ラディッシュ人気のお弁当ランキング、まず第3位はこちら、アジサイ弁当です。スナップエンドウに、そしてタケノコやわらびなどの山菜が入ったご飯、春満載のお弁当です。第2位がこちら、宮崎ハーブ牛と焼き野菜弁当。宮崎ハーブ牛を低温調理しまして、県産野菜をグリルして、それを盛り付けた、お弁当になります。このソースにかかっているのも手作りのバルサミコソースになります。ではハーブ牛いただきます。熱々じゃないんですけど、口に入れた時の旨味の広がり方がすごくいいですね。ソースも全然酸味がきつくなくて、どんどん食べ進められちゃいます。お米に合う一品ですね。本当に美味しい。いよいよ第1位の発表です。はい、ローストビーフと牛めし食べ比べ弁当になります。すっごい豪華、一目で心奪われちゃいますね。女性人気のお弁当になっております。どちらも牛肉なのですが、味付けも素材も少し変えておりますので、食べ比べてみてください。まずはローストビーフからどうぞ。美味しいですか。しっとりしてます。低温調理で仕上げてますので、口当たりはいいと思います。それからこのお肉の下のシャキシャキ玉ねぎとお米、はい、すっごく美味しい。甘さを引き立ててくれてます。今度は牛めしです。
いかがでしょうか。笑っちゃう。幸せです、うん。すき焼き風になっておりますので、うん、はい、ちょっとこう甘く煮た。そうですね、はい。そしてこのとろとろ卵と相まって、あ、いい、本当後引く美味しさですね。ありがとうございます。間違いないですね。うん、このほか週末限定の握り寿司など見逃せないお弁当がたくさんあります。春のピクニックや食事会に、美味しくて気分も上がるお弁当があれば盛り上がること間違いなしです。